おはようございます。それではですね、今日の応用微分方程式論、6月9日の応用微分方程式論ですね、こちらの方始めたいと思います。はい。今日はですね、合流型の長期化微分方程式の級数表示解の話をします。前回が長期化微分方程式だったんですが、今回はコンクルエントハイパージェオメトリックディファレンシャルエキュージョンというのの、シリーズリプレゼンテーションソリューションというようなことになります。で、なぜ長期化の前に合流型とついたかというと、ある操作をすると実は長期化微分方程式から合流型の長期化微分方程式に導かれるというような、そういうような構造になっています。でその、導き方は僕のですね、ウェブページ上に載せてある日本語の講義ノートの中に書いてありますので、そちらで見てみてください。で、この長期化、合流型の長期化微分方程式、2階の微分の前のところに Z が入ってますので、この頭の Z で全体を割ると Z イコール0が確定特異点であるということがすぐわかります。はい。そしてそれ以外の、2の Z、 無限点を除く2の Z で、はこの微分方程式の正則点であるということもここから分かってくるわけです。だから Z イコール0が確定特異点で、それ以外の2の複素数では正則、この微分方程式は正則で、ただ無限点は除くんですけどね、はい、というようなことになります。なので、この Z イコール0という確定特異点周りの級数表示解という形で、この、長期化微分方程式を解くというようなことになります。はい。で、この級数の形に、Z の級数の形に置いた、解を、この微分方程式に代入して、で Z の高等式であるということで CN ローとローを決めてやるというようなことで、微分方程式を解く方針がこれで確定するわけです。はい。ここまでよろしいでしょうか。うん。来週床屋に連れて行くつもりです、これ。はい。早く床屋に連れて行けというふうになんか言いたげな顔をしてます。来週まで待ちなさい。はい、それでですね、これ代入しましたね。この級数表示解をこれに代入しまして、で、あとはこれ変形していくんで、で、また、この微分と、それから級数、和をひっくり返します。で、ひっくり返した上で書きますとどうなるかというと、この Z を中に入れた形でこれ書いちゃいます、今回。で、プラス、で、ガンマだけのやつで、
というところまで来るわけです。はい。そして、今これ、ここの Z マイナス、ガンママイナス Z も和の中に入れてしまった形でサクッとこういうふうに、整理しました。多少暗算やっちゃったんで、もし間違ってたら教えてください。後で修正します。でですね、その上で、今は、これ見ると、ここが、n-1 になっていて、こっちが、n たすロー引く1になって、ここが n たすローになってますから、この上のところだけを、置き換えます。でも一気にやります。n を、n 引く1を n に置き換えます。緑のところだけね。緑のところだけ、n を n-1 に置き換えてやります。そうすると、どうなるかっていうと、n引く1を n に置き換えるわけですから、マイナス1からプラス無限大までの c の、n たす1括弧のローの、で、というふうになります。はい。置き換えたところは、こことここになります。で、こちら側はそのまま何も置き換えないということなので、それによってポイントは、ここが、こっち側がマイナス1の、0からマイナス1に変わりますよということですね。こちら側はそのままです。n イコール0からということで変わらないということになります。はい。で、これを、n イコールマイナス1とそれ以外に分けて書いた上でっていうことをやっていくわけです。そうすると、マイナス1の時どうなるかって最初に書いてありますと、マイナス1から0の括弧のローが入って、で、マイナス1の時だけ最初に抜き出しますと、となって後ろ側もこれマイナス1でこれ C0 ですから、で、足すのガンマの括弧の N、N はマイナス1ですから、すいません、これ N なくなりますね。すいません、マイナス1ですから、ここはロー括弧のマイナス1足すローが入って、で、こっち側で足すガンマ括弧の1足すローが入って、いう形になって、カッコ閉じで、これで合ってるはずだけど、n イコールマイナス1ですから、ああ、また間違えましたね。ここはローですね。かけるローですね。はい。ということで、こっちもローかける、となって、括弧閉じで、で、あとは、
現代になって CN たす1括弧のローが入ってで0で、ここのところは忘れてましたね。z のマイナス1たす6というふうな、こんな形にまとまるわけです。ちょっと待ってくださいね。もしかしてどちら側か 5g じゃない方につないでたら大変なので、一応もう一回確認をいたします。大丈夫ですね。両方とも 5GHz 帯で。つないであるので、はい、はい、大丈夫です。はい、それでここまで来まして、で、あとはここで、で、これが Z の高等式の十分条件というふうに一言叫んで、でここのところはかける因数分解しちゃいますと、ロを括弧のロをマイナス1たすガンマ括弧閉じイコール0になって、後ろの方は今度はこれ共通ファクターあるので。そこのところ一気にやってしまうと、たす1の括弧のローでかける、n たす1たすロー括弧の n たすガンマたすローですか。はい。で、後ろの方はマイナス c の n 括弧のローのでかけるn たすアルファたすローというふうになって、これがまあマイナスイコールだからここでイコールしちゃいますね。これ n イコール0 1 2 点点点というふうになるわけです。であとはでこの2つが出てきてと、でこれをちょっとこれ下に書きますね。はい。であとはここで、ただし C0 括弧ローはノンゼロと規約します。最初から約束します。で、そのもとで解くというふうにします。そうしないとこれ、WZ イコール0っていう自明な解しか出てこなくなっちゃう。で、これをやることによってどうなるかっていうと、このここのところからロー括弧ロー引く1たすガンマイコール0となってローイコール0と、それからもう一つは1マイナスガンというガンマちょっと下手くそですね、すみません、
意識すると書けなくなるんですね。1マイナスガンマっていうのが出てくるんです。それからこっち側ですが、これはこの式を CN カッコのローにしますと、カッコの N たすローで N 引く1たすガンマたすローカッコイコール、書けるかな、 CN 引く1の、ちょっとこれ無理ですね、改行しましょう、イコール括弧ローので、N 引く1足すアルファ足すローというふうになって、 N は F に変わるということになります。はい、ということで、これで解を、ここから先はこの、2つのこの項目をこれとこれを使って解を整理しながら、出していくわけです。で、やっぱりまた、前回の長期化微分方程式の場合と同じように、4つの場合に場合分けされます。4つの場合っていうのは、まず、ガンマが、これ、ガンマが、整数じゃない場合、整数じゃない場合、インテジャーの、ノンインテジャーの場合っていうのがまず1つあります。それから、あともう1つは、ローが、これ1マイナスガンマですから、ガンマがジャスト1の場合っていうのは、ローがこれ重根になってしまうので、その場合が困るというのはもう一つの場合です。そしてあとは、ガンマが今度は、1以外の整数の場合にも、やっぱり、困ることが、長期化微分方程式の場合と同じように困ることが出てきます。はい。で、その話をこの後また整理してやっていきたいと思います。はい。まずは、ここまでで一回切りたいと思います。はい。それではですね、長期化微分方程式、合流型の長期化微分方程式の、級数表示解の続きの話をします。はい。で、先ほど、級数表示解、確定特異点周り、確定特異点 z イコール0の周りの級数表示解の形に解の形を仮定して、その範囲内でガーッとやりました。で、この話何度も言いますが、基本的にはですね、この z の高等式の十分条件ということなので、この話基本的にはですね、この級数表示解以外にもっといい解があるかもしれない。あるかもしれないけど、解を探す探索領域を狭めた上で、その中で良さげな解が出てきたらいいじゃんっていう、そういう思想なんです。はい。で、それで、求めているということです。はい。で、それ以外にも、もしかしたら、もっと変な関数を使って、変なって言ったら、失礼かもしれないんだけども、おかしな関数を使った別の解が出てくるかもしれない。けれども、物理的に意味がある解が、とにかく求まったということ、これが重要なんです。で、級数表示解の場合に、それを使って、こういう、こういうふうにですね、こういう形、これ W、一つ解が求まったら、その解を2倍、3倍したやつも解ですよね。単に2倍したやつとかな、単に3倍したやつ。で、こういうの線形方程式って言ってて、線形方程式の場合には、こういうふうに級数表示解の形自体一つの、ちゃんとした解として成り立つというようなことが、ピアマスの世界の中の微分方程式論っていうものの中で、ある程度、確認はされています。確認はされていますが、ここではその話には立ち入らないで、とにかく解を求めるという形で、級数表示解で解を求めるって形で押し通していくというスタンスです。ここまでですね。はい。で、ルジャンドルでもベッセルでも長期化微分方程式でもみんな同じです。はい。
で、この形、要するにこれだけ重要で、あとはいらないので、一回消します。はい。あ、まあいいや。で、その上で今、ローが0または1マイナスガンマで、そしてこの式から、CN カッコの、ローっていうのが、ちょっと薄いですね。n たすロをカッコの n 引く1たすガンマたすロをカッコ分のですね n 引く1たすこれたすですね失礼アルファたすロをカッコ閉じのC の N-1 カッコのローというような形です。はい。で、これ、こっから先、順番にやっていくわけです。で、N-1 たすアルファたすローカッコの N、引く2たすアルファたすロー分のn たすロー n たすロー引く1カッコで n 引く1たすガンマたすローカッコ n 引く2たすガンマたすローカッコのすいませんここ書く場所ないので c のn-2 カッコのローというふうになるわけです。はい。はい、で、そうなりまして、ちょっとこれ書けないから、これいらないですね、これね。はい。で、c の n-にカッコのローとこんなふうになります。はい。ここまでですね。はい。でこれ順番にやっていくわけです。で結局こうなって、
という形まで来るわけです。これ順番にやっていくとですね、イコール点点点というふうになってますね。はい、よろしいでしょうか。まあちょっとですね、はい、とここまで来るわけです。はい、でこれによって、はい、まず1番目、ガンマが この場合は、CN ローは常に有限確定です。CN ローっていうか、CN カッコ0と C1 マイナス、CN カッコの1マイナスガンマが常に有限確定となりまして、それで W の、でこれでローでいきますと0カッコの Z イコール、でこれちゃんと書くとイコール という形で1個解が出てくるわけです。はい。で、この時のここの部分ですね。これを F カッコの というふうに書いて、これ見えづらいですかね。この赤でくくったところを というふうに書いて、これを合流型長期化関数とか合流型長期化級数とか言ってます。はい、でもう一個の解は
というふうになるので、よっ。ここは C ローじゃなくて0ですね。こんな風になるんです。はい。で、これがどちらも解としては この領域で全部成り立つわけです。ちょっとこれ少し場所を取りすぎてるので少し小さく。で、これも ということになります。はい。ということで、これでまず一番簡単な場合で、これが基本形になるわけです。基本解になるわけです。この2つで基本解というふうになります。で、2番目。今度はガンマが1の場合。で、この場合は、ローイコール0が重根になります。で、少なくとも、は、解の一つです。で、もう一個の解はどうするかっていうと、フロベニウスの、フロベニウスの、でもここいらないので。で、もう一個の解は、まず、ここでこいつを導入します。はい。で、これ、このガンマイコール1以外でも、ガンマが整数のすべての場合に対して、これを使っていくわけです。ローは0で重根だけど、それに対してラムダ、ここの括弧の中のラムダだけ、この、条件を、ローイコール0または1マイナスガンマっていう条件を忘れて、CN がこう表されてるよっていうことだけを引きずって、そして使っていくわけです。そうすると、フロベニウスの、形からどうなるかっていうと、もう一個の解を U じゃなくて V とします。で、こいつは、
こんな風になりますので、それを、この形に入れてやります。あ、これ間違ってますね。すみません。Z のラムダ乗をかけるとこういうふうにしておかない。で、その上でこいつをこうやって、こうなりまして、はい。で、これ、そうすると、というふうになります。はい。で、その上で、ここの部分ですね。これが、というふうになります。重根の場合の解です、はい、で3番目今度は場合どうなるか。ガンマが0または負の整数の場合で、この場合はどうなるかっていうと、この係数の形を見ていると、こいつが発散します。なんでかっていうと、この係数の中の1個が発散しちゃうんです。分母が0になって発散しちゃうんです。はい。N と、それから N プラスガンマって書いてありますね。で、ガンマは負の整数ですから、負の整数イコール N になったところの1マイナス、いや、1マイ、あの、係数がこれ発散しちゃうんです。で、なので、どうなるかっていうと、どうなるかっていうと、ここから、これが常に発散します。で、W の
1-γz、こっちは有限確定です。注意していただきたいのは、係数が発散しているので、W0Z は任意の Z で発散しちゃうんです。特定の Z で発散するんじゃなくて、任意の Z でこの解は破綻します。で、その場合にはどうやって、どうやってもう一個の解を求めるかっていうと、やっぱりフロベニウスの方法です。これを計算してやる。で、そうすると、やっぱりこの場合は、これ、すいません。今、一箇所間違いを見つけました。こうですね。ここ、微分が抜けてました。で、こっち側もこれで、微分が入ってくるので、こんな風にします、はい、で、これを微分してやるわけです。そうするとどうなるかっていうと、というふうになるんです。はい。ということで、この場合もこれでガンマが0または負の整数の場合に、解が求まるわけです。で、最後の場合ですね。さあ、書けるか。4番目。今度は、ガンマが この場合には今度はどうなるかっていうと、 C の無限大になります。
そのために W の1マイナスガンマカッコ Z が2の Z で発散してしまいます。で、したがってところが今度は W0 のカッコの Z は有限確定です。考えている空間で有限確定です。はい、有限確定です。なのでそのために今度はどうするかっていうと、フロベニエスの方法で今度はこちらを考えます。そうすると、なってこれが入ってカッコで こうなるわけです。で、これをやっぱりラムダで微分してから極限取ってやると、という形になります。はい、でこっから先のポイントは、特に計算が大変なのはここです。ここの計算がものすごく大変で、しかもこれやってみると分かるんですが、 n イコール0から全部出てくるんじゃなくて、これのどちらかは n イコールある整数から1個でバーッと出てくるんです。で、整理し直さなきゃいけません。ということも含めて、この赤で書いたところのが一番大変な計算のところになります。で、どちらにせよこれこれとこれ、ここはこれとこれで、ここはこれと、それからあともう一つはこれで、これで基本解ができますというわけです。2番の場合には VZ と W0Z、 この3番の場合だからこれこう書いてきます。 V の 2V の 3V の4、ね、こう書いていきましょう。
で、それぞれで、これが、この緑と、それからもう一個の生きてるカイトで、これで、基本解ができるということで、これで合流型の長期化微分方程式の話が大体完結します。で、この後ですね、これを使って、今度は有名な、いくつかの微分方程式の、が、解の形が表されるよっていうのをちょっとだけ説明して終わりたいと思います。あとで、で、2分後に再開いたします。はい。はい。それではですね、授業再開しますが、今、工学研究科の学生さんの方から、一箇所指摘が入りました。今ですね、私も気がつきました。はい、ですね、ここ、これが足らないです。ここまでだから、こちらもこう来て、これもここにまずカッコが足らなくて、こうです。はい。いかがでしょう、これで。ここ、訂正です。はい。というわけです。一応ここ、ちょっと、訂正します。先ほどのホワイトボードの話で。はい。はい。それではですね、その上で、この長期化微分方程式、どんなことに使えるかっていう話を簡単にだけちょっと説明します。で、詳しいことはですね、僕の、ウェブ上に載っけてあるこの講義ノートですね。こちらの、27ページから28ページにかけて書いてありますので、そちらで確認してください。はい。まず、ここまでよろしいでしょうか。それではこの話ちょっと一回消して、それで、その先の話をちょっとだけ説明します。それで、この合流型の長期化微分方程式なんですが、はい。ですね、ちょっと文字を、どうしようかな。これで、ガンマをまず、1に置きます。そして、ちょっと紛らわしいので、どうしようかな。で、アルファを、マイナス、ここでラムダって使うと、さっきのラムダと同じになっちゃうので、まあいいや、ラムダと置きます。そうすると何が出てくるかっていうと、ここから、z かける d 次乗 dz 次乗 wz 足す、1マイナス z カッコの dz このラムダはさっきのフロベニウスの方法で出てきたラムダとは違います。ここではこのこれから書く微分方程式のパラメーターに相当する、足すラムダ wz イコール0という微分方程式がこれで出てくるわけです。で、この微分方程式のことを ラゲールの微分方程式と言います。
で、この場合、ガンマを1にしてますから、これはどうなるかっていうと、先ほどの場合で言うと、で、はい。となって W0 カッコの、W の0カッコ Z とそれから V の2のカッコ Z で基本解になります。基本形というふうになります。はい。ということになります。で、それで、この時の、で、こいつはどうなるかっていうと、F カッコの、マイナスラムダコンマ1、でコンマ Z という、形になります。はい。それでですね、ここでこの LνZ というのを持ち出してきて、これは ν の階乗かける F のカッコのっていうふうにして、で、これなんですが、これは、ν が0または正の整数のときは、これは ν 字の多項式になります。この、さっきの長期化級数の形を、バーッと書いてみると、あるところから以降の、C がみんな0になっちゃうと出てきて、となり、この Lν カッコ Z を、R2 つだったかな、ラゲールのこれ R2 つですね。ラゲールの多項式です。ということになります。これがまず第1番目です。で、それ以外の、それ以降のことはちょっと、講義ノートに書いてありますので、そちらで見てみてください。あ、ただ、L0 が1で、なんでここに ν の階乗をかけたかというと、L0Z を1にするためです。こんなふうになります。こんな風になります。足す2ですね。はい。これがまず第1点目です。でも59分になったから、ここまでで、一応あとはですね、もう一つ。こちらは、これで、ね、z 次乗イコールゼータと変換した上で、上で、ガンマイコール2分の1
そして、アルファイコールマイナス2分の1ラムダと置くと、どうなるかっていうと、という方程式が出てきます。W を H に書き換えたのは、こういうふうに書き換えたからです。で、これを。というふうに言います。はい。これをエルミートの微分方程式というふうに言います。はい。で、こちらもやっぱり合流型の長期化微分方程式を使って、で、しかもガンマ2分の1ですから、ガンマ2分の1ですから、今度は普通の、これから基本解が得られます。ということになります。これは日本の矢印ですね。というような形で、これで出てきて、それで一部エルミートの、エルミート関数、エルミートの多項式なんていうのが出てくるということになってくるわけです。で、このあたり、エルミートの、微分方程式とラゲールの微分方程式っていうのは、これ、いろいろなところで出てきますので、長期化、合流型の長期化微分方程式が解けると、そういういろんな、ご利益があるということが、これでわかるわけです。ということで、これで、僕の、この、授業の講義ノートの28ページのところまでの説明が終わったということになります。で、次回はどうするかっていうと、今度は、これ、同じように、ルジャンドルと、それからベッセルと、長期化微分方程式と合流型の長期化微分方程式のそれぞれの積分表示を使う、積分変換を使った、積分表示解の話をしていきたいと思います。はい。それでは、今日の授業、4分超過しました。申し訳ありませんでした。ということです。はい。それではまた来週ということです。ごきげんよう。